マリア・アントニア・フォン・エスター・ライヒは、バイエルン戦帝国、マクシミリアン二世、エマヌエルの最初の日。神聖ローマ皇帝レオポルト一世と最初の皇后、マルガリータ・テレサの娘として、ウィーンで生まれた。神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世、カール六世のイボ姉にあたる。母、マルガリータ・テレサは創生し、マリア・アントニア以外の兄弟も成人しなかった。1685年。 マクシミリアン2世と結婚1689年に産んだレオポルト・フェルディナント、1690年に産んだアントンは生後1ヶ月で亡くなった。第3子ヨーゼフ・フェルディナント出産後約2ヶ月を経て、マリア・アントニアはウィーンで救世した。死後、ヨーゼフ・フェルディナントは選ばれたが、1699年に6歳で創生した。マリア・アントニアのおじである スペインハプスブルク家最後の王カルロス2世は、先天的に巨弱で子孫が望めず、各国は一度は、ヨーゼフ・フェルディナントを、スペイン王多い継承者にすることで合意した。しかし、1692年に、ヨーゼフ・フェルディナントが6歳で創生してしまう。以降フランスも、積極的に介入し、フェリペ5世と、イボテー、カール大公が王位をめぐって戦った。ありがとうございます。